やっぱり普通じゃなかったと思う。お兄ちゃん、何か隠してない？正しい使い方？じゃあ学校のみんなはそれを知らなかったってこと？うん。けど。どうしたの？でしょうね。公園だった。それが？最初の鬼？ちょっと思い出せないけど。それがどうかしたの？マジなんてやめて。キツレ。昼休みだね。お腹空かないの？なんで？胃もたれって親父みたい。胃腸が弱いと大地震とかが来たら生きていけないよ。水飲んだり雑草煮たり、それでも打ち手しやまんが日本人の魂だから。アナーキーだね。なんで胃腸の話からアナーキーになるの？あれ、エマちゃんは？
中央委員会で用事があるとかで今日はパスだって。へえ、やっぱ仕事優先なんだ、ブラコンのくせに。え、そうなの？どっちが？ブラコン。ま、仲良きことはいいことです。じゃ、私はチカ子ちゃん呼んでくるね。しませんか？大丈夫大丈夫。それに機器でバイトなんかしてると甘いの食べるのしょっちゅうだし。へえ、いいな。いいよね、ほんと。いや、売れ残りなんてめったにないし、味見だよ、味見。もしキキがテレビとかで紹介されたら、カズハちゃんが遠い存在になっちゃうね。美少女パティシエとか？美少女？なんでそこで引っかかるのかな。けれど紹介されたりしたら行列ができちゃってなかなか食べられなくなるかもしれませんね。もしそうなったらみんなの分は取っといてあげるから。お腹空いちゃった、喋ってないで早く食べよ。これも努力の賜物ですよ。ほら、今まで隠してたけど名誉の負傷が。そうだよ。日本語難しいね。やつ？料理ができてこの可愛さ、ますます完璧超人って感じ？
少女仮面みたいですね。そっか、私も受験が終わったら料理の練習でもしようかな。もっと本格的にというか、もしそこまで行ったら戦闘力高そうだね。今でも結構高そうだし。戦闘力？確かにプロポーションもいいし。くそ。で、どう思うよ、京介くんは。答えになってないけど。まあ、私は京介のお姉ちゃんみたいな感じだからね。そうかな。兄弟というか、本当に幼なじみみたいな感じですね。気の置けない仲というか。まあ、兄弟じゃ恋愛もできないしね。だからそんなんじゃないって。なかなか治らないんだよね。子供によくいそうな感じだね。ふん、こうですね、こう。昔のこと？どうかした？京介が昔とか言うからちょっと思い出したことがあって。私ね、二人でお医者さんごっこ。え、マジで？お医者さんごっこ？うん。ふっは、ハレンチ感だ。当たり前だよね。だって今だったら恥ずかしくて、あんなこと、とてもあんなこと。想像してしまってすみません。話
足振ったのコウスケの方なのに。でもそうだね、やめとくよ。ほんと恥ずかしいんだもん。色々と便利そうだよね。あたしより1個上なだけなのに。だって2年生の次は3年生だから。昔は1つ2つの違いなんてあってもなくても全然感じなかったのにね。あ、言えてるかなそれ。変わったとしてもいつまでも友達でいられたらいいね。恥ずかしくないよ。うん、冬に外で食べるのもきついものがあるね。校庭を見下ろせるのは結構いい眺めだけど、眺めっていうと森園町って結構洒落た街並みしてるよね。だからかな、最近サンデーが脱走するんだよ。しないよ。きっと街並みに見とれてるんじゃないかな。知恵袋的に言って首輪に名札でもつけといたら。サンデーは賢いし、そういう心配はしてないんだよね。まあ帰巣本能はあるかもな。何にしろこんな子猫が1匹で街中歩くのは危ないだろうけど。それか、チカ子ちゃんか。